豊坂映画劇場は、かつて存在した、日本の映画館である。旧名称豊来館。豊坂映画劇場への解消後に公開された、24の瞳。写真右端は主演の高峰秀子。1924年、新潟県北貫原郡くずつ町に、豊来館として設立する。当初は、芝居や浪曲の実演も上演し、映画も上映した。 南条文若時代の南春夫も同舞台に立ったことがある。地域では唯一の映画館であり、1932年当時、く塚町内で唯一の映画館であった。第二次世界大戦後、同館では日本映画もアメリカ映画も上映しており、水穂春海監督のあの丘越えてや、ビクター・フレミング監督の風と共に去りぬ。 木下啓介監督の24の瞳等が上映されている。1954年、左右に花道がある芝居小屋仕様の2階席のある建物から3階建ての劇場に改築、豊坂映画劇場と改称、個人商店であったものを株式会社化する。客席は1階、2階は映写室と休憩室、3階は映画上映以外の目的に使用する集会所であった。 翌1955年3月31日、く塚町は谷村と合併して豊坂町になっている。1957年当時には北貫原郡には同館のほか中城座、水原劇場、安田映画劇場、商品劇場の4館が存在した。1958年には新総会館3周年を記念し田坂智孝監督の 日の当たる坂道が上映された。1962年4月に閉館38年の歴史を閉じた。アニメーション作家、宝塚大学教授の月岡貞田をデザイナー、新潟デザイン専門学校講師の月岡哲郎の実家でもあった。ありがとうございます。